はようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ。月に一度の増刊号ではポストレリジョンをテーマに、さまざまな分野のゲストとのトークを拡大版でお届けします。今月の特別ゲストは、大学院にて地質学、海洋地質学を学び、南極大陸の調査にも参加、現在は硫黄島に移住し環境活動家として活躍されている大岩根久志さんです。このラジオはノートマガジン松本商経の北条庵よりお送りします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はスペシャルゲストで、大岩根さんをお迎えして、お送りしたいと思います。で、大岩根さんは硫黄島ですね。硫黄島、硫黄島の方です。ごめんなさい、硫黄島の方ですね。はい、鹿児島県になりますね。はい、からつないでくださっております。で、先日全 2.0 というイベントでご一緒させていただきまして、で、まあ、その時に、まあ、短い時間のパネルディスカッションだったんで、初めましてでありながら、まあ、もっとお話を伺いたいなっていう、感覚をすごく持ちまして、ちょっとこちらにぜひということで、お話の続きをできればな、なんていうことで、お越しいただきました。で、大岩根さんはなかなか面白いキャリアですよね。ですね。まあ、キャリアっていうのか人生っていうのか、その辺どうしましょうかね。対話しながらっていうのもあるんですけど、もしなんかスライドとかもご用意いただいていれば、最初にちょっと頭出しで大岩根さんから自己紹介とか、どんなことをされているかとか、まあ、そこら辺少しお話しいただいてから、またちょっと行ければ方がいいかなと思います。どうしましょうか。じゃあなんか出しましょうか。で、思ったんですけど、スライドってラジオだと見えないですもんね。見えないんで、まあ、見ながら喋るっていう感じですね。はい。はい、じゃあ画面共有しますね。これは、今スライド見えてます、ね、見てます。はい。これ今映ってるのが硫黄島です。僕が今いる場所ですね。うん。火山島です。火山そのものですよね。そうですね。火山がそのまま海からぽっこり顔出してるところ。これ、この写真で行くと、ちょっとあっち側に平地があって、ちょっと面白い、ね。で、そこに集落があって、そこに住んでます。で、ここに住み始めたのは、2017年から。なので、今、4年目に入ったとこですかね。で、ここにたどり着くまでが、まあ、なんか、いろいろあってですね。どっから行こう。もともとは、大学で地質学の、研究をしてたんですね。大学院に残って。はい。で、研究室を選ぶときに、先生に言われたのが、この島がなんで島なのかを、まあ、解き明かしてこいって言われて、よくわかんないですよね。なんで島なのか、島がなぜ島なのか、少し詳しく言うと、島がどうやって今の形になったのかっていうことですね。それはまあ、もともと今この写真だと地層が見えてますけど、地層は海の中で川から流れ込んだ土砂とかが溜まって海の底でできていくんですけど、それが今どうにかして地上でこうやって見えてるわけじゃないですか。島の崖に、はい。ってことは、その地面が持ち上がるとか、その続きにあったはずの地面が切れるとか、みたいなことが起こってここにあるはずなんですけど、それがどうやって、どういう順番でどこが切れて、
今の形になったのかを、まあ、地層とか断層っていう証拠から見つけてくるっていうのを卒論でやったんですよ。もともと今写真見てるやつはもともとあった1枚の地層がこうやってここのとここの赤のラインで切れてずれてるんですけど、こんだけ昔地面の形が変わったっていう証拠なんですね。これ断層って言うんですけど、でこういうのを、まあ、ここだと2メーターぐらいずれてますけど、たくさん見つけていくと全体でどのぐらいずれたかっていうのが分かって、全体としてどのぐらい隆起したかとかみたいなのが分かるんですね、うん、みたいなのをやり始めたんです。はい、高校の時の地学を思い出します。ああですよそれでなんかまあ生活が面白くて、テント張ってずっと海岸線を移動し続けたりとか、一箇所で集中的にやるときは公民館とか借りて畳の部屋で寝袋で1ヶ月過ごしながらですね、自分でご飯も作ってでずっとこの辺歩き回るみたいなことをやってて、いろんなところに行けて暮らせるのが面白いなと思ってですね、でこういう生き方でやっていくなら研究者って面白そうだなと思って、地球の歴史を調べるっていうことを、まあ、研究者としてやってみたいって思うようになったですよね。で大学院に進学して博士課程はですね、また海の底の地層とかも調べるようになって、海洋地質学っていうんですけど、こんな船に乗って海の上から音を出して海底の凸凹とか、こんな潜水艇みたいなのを潜らせて深海6500とかいう有名なやつがあってですね、そういうのを海底に潜らせて海底の様子を観察したりとかみたいなこともやりながら、その海も陸も含めて地球の、まあ、凸凹の歴史というか、うん、みたいなのを調べるようになったんですよね。はい。今赤ちゃん抱っこしてるんでちょっと声が入る。はい。ほいで、博士号を取ってから、その、今度は学生じゃなくて研究者としてですね、就職することになったんですけど、それがたまたま、よいしょ、国立極地研究所っていう、東京の立川にある研究所に拾ってもらいまして、南極の、気候変動の研究をすることになりました。で、気候変動の研究って言っても、まあ、要は地球の歴史の中の特に気候変動ってことなので、やってることはまあ似てて、海の上から海底のことを探ったりとか、こうやって海底から泥を取ってきて、その中に、まあ、ずっと降り積もってきた生き物たちが海底に溜まって地層になってるわけなんですけど、プランクトンとかですね。でそういうのを上から順番に見ていくと、その海水がどう変化したか、暖かくなったか寒くなったかとか、っていうことが時間とともに深いところになるわけなので、そういうのを見たりとかですね。南極の内陸の方にも入っていって、まあ、氷が、地球が暖かくなって氷が溶けてくると、こういう山が顔を出してくるので、まあ、平たく言うと日焼けを始めるんですよね、山が。で、その山にどれぐらい日焼け物質が溜まってるかみたいなことで、ここが顔を出してたかみたいなことが分かるというようなチームに加えてもらって、この景色を日々見ながらですね、山に登って石を取ってくるっていう研究をやってました。でここでもやっぱりずっとテントを張って、1日ぐらいですかね、テントで滞在して行って帰ってきたっていう感じですね。で、まあ、ここでは研究をやりながら僕大学でも教えたりしてて、まあ、毎週授業に行ってとかやってたんですけど、それが結構楽しくてですね、自分で研究していくっていうこともそうなんですけど、よりも結構教えるとか伝える方に好きだなっていう気持ちがかなり膨らんできて、で、そういう仕事もやってみたいなって思ってたところに、今住んでる三島村っていう、まあ、3つの島で1つの自治体になってるんですけど、そこが、ジオパークっていうプログラムを始めるっていうことになってですね。ジオパークっていうのは、地球が
すごいとか、地球が、まあ、火山の景色が美しいとか、絶壁が素敵とか、ダイナミックな地形が見えるとか、そういう地球が面白いっていうところを地域おこしに生かしましょうみたいなプログラムなんですけど、それの専門スタッフを募集するっていうことで声かけてもらって、で、研究者を辞めてですね、役場のおじさんになったんですね、僕は。人口が400人いないようなすごいちっちゃい自治体なんですけど、国内でも6番目かな、人口の少なさで言うと、ぐらいちっちゃいんですけど、まあ、そこの役場のおじさんになって、そのジオパークっていう、プログラムのプロモーションを始めたんですね。で、役場がですね、鹿児島市内にあって、なんと。で、最初そこを鹿児島市内に住んで、月に何回かこっちの硫黄島に通うっていう、フェリー4時間かかるんですけど、っていう暮らしを始めたんですね、2013年から。で、まあ、火山島で、まあ、せっかくその火山がもくもくしてくれてて面白いことがいっぱいあるので、例えば火山に登ったら、こうやって硫黄がたくさん出ててですね、これで遊ぼうと思って、友達、花火師の友達を連れてきて、これで花火を作って遊んだりとかですね。これ、島丸ごと温泉に使ってるような温泉だらけの島なので、この温泉の海でシーカヤックをして遊ぼうとかですね、洞窟に潜って天井から温泉を、降ってくる温泉を浴びて遊ぶとかですね、海に潜っても海底からボコボコ泡が出てきてるところがあるから、そういうところに潜って遊ぼうみたいなんで、地球と遊ぶって言って、こういうので、まあ、いろんな人を呼んできて遊んだりとか、まあ、研究者もたくさん来てくれるんで、一緒に研究をしたりとか、みたいなことを始めて、プロモーションをやってたって感じですね。で、ジオパークは、世界遺産とかと一緒で認定制度なんですよ、ユネスコのプログラムで。なんで、まあ、その認定を一応、国内の認定を取って、ミッションクリアしたので、で、僕はまあ、そうやって、島に通ううちに島が好きになりすぎて、これは役場から通ってる場合じゃないなと思ってですね、役場を辞めて島に移住して今に至るっていう、そんな感じです。はい。一旦止めましょうかね。はい、ありがとうございます。はい、いや、本当にすごい環境でやってらっしゃって、興味深いことだらけなんですけど、で今はあれですかね、その、ね、役場ではなく。はい。はい。自分で会社を立ち上げて、はいはい。友達と一緒に。あ、で、そうですね。今のこと言ってなかったですね。今、その、やってることを一言で言うと、地球と人を結び直すっていうフレーズを、まあ、キャッチフレーズみたいにしてですね、やってて、で、まあ、さっきお話ししたような、自然ガイドみたいなことを、例えば、ね、海に一緒に潜りに行くとか、お客さんが外から遊びに来た時にアウトドアを通じて地球とつながりながら、例えば、火山ガスが出てるとこに、まあ、あんまり連れて行けないんですけど、ちょっと大学生とかは連れて行ったりして、自分の体の体感覚をしっかり感じてもらうっていう、体の声を聞くみたいなことをやったりとか、まあ、その、硫黄島自体がすごい巨大噴火の痕跡の島だったりするので、そういうのを地層から論理的にこれがこういう証拠で、ここからこういうことが言えて、ここではこんなことが起こったってことがわかるんだよっていう、そういう学びを伝えたりとか、っていう意味でその地球につながってもらうっていうことだったり、まあここは本当にまあスーパーもないようなちっちゃい島なので、ここで何泊か一緒に暮らしてもらって、畑を一緒に耕したりとか、芋掘ったりとか、お魚釣ったりとか、自然のリズムの中で生きるっていうのをちょっと体験してもらう。みたいな意味で地球とのつながりを作るっていうことだったり。うん。で、っていうのが、ま、島でやってることですかね。で、でも今コロナでそういうのもあんまりできないので、SDGs とか、
気候変動に対して自治体とか企業がどうやって取り組むかみたいなののお手伝いを僕がまあ市内とか県外も含めてですけど出て行って、講演だったりあのカードゲームのワークショップをやったりとかみたいなことで、その対話の場を作って、まあ、みんなで話をしながら、じゃあ自分たちがどうやって変わっていこうかっていう、そこに向けてどうやって生活を変えていこうかみたいなことを実践していくお手伝いをしたりとかですかね。うん、最近で言うと、あのドローダウンって、これがあの、そうですね、うん、あれ、うん、でもお話ししてたんですけど、温暖化に効くのは何したらいいかっていうのを100個リストアップしてくれてて、これを日本語訳するプロジェクトに僕も入って一緒に日本語訳のチェックをさせてもらったりとかですね、みたいなことですかね。で、一番やっぱ大事に言ってるのは、自分自身がこうちゃんと、うん、地球とつながって生きるって言いますかね、うん、なんかこの自然のリズムを大事にしながらとか、最近もよくやってるのは、あの子供が夜なんか、ね、最近寝返りするようになって、寝返りが嬉しくて寝ないんですよなので言って、抱っこしてこう波音聞きながらお散歩して、月明かりで、それこそね、昨日とかほぼ満月でめちゃくちゃ明るいし、ちょっと 半月前は真っ暗で全然見えないねとか言いながら歩いたりとか、だからですね、波音もやっぱり毎日違うし、季節によって鳥の声とか風ももちろん違ってくるし、みたいなことをこう大事に感じながらですね、暮らしてるっていう、その、そういうところで自分がその地球とのつながりを大事にしながら、まあ、伝えるときに伝えるっていう、そんな感じにしてます。地球とつながり直すって、はい、あの言われたときに、はい、やっぱあの直すっていうことだから、つながりが切れちゃっているっていう感覚があるっていうことですよね。うん、そうですね。そこは、僕、その、大学院生とか、研究者の時は東京に住んでて、なんて言うんですかね。もう、今だから、はっきりこう、意識して、って話ができるんですけど、こう、やっぱり都会、まあ、ほとんどのところがそうだと思うんですけど、お金を使って、その流通とか、その人が作ったシステムに乗って生きてるじゃないですか。うん。で、その自分が食べるものがどっから来てるかわからないとか、うん、誰がどうやって、誰の手を経てここに届いたかわからないものの中で生きている。うん。ね。うん。で、それがやっぱり島にいると、例えばね、隣の近くのばあちゃんが取ってきてくれたタケノコとか、あのおっちゃんがさっき釣ってきたお魚とか、自分で植えてた芋が大きくなったとか、みたいなのが、やっぱりすごくわかりやすいんですよね。で、それがあると大事にできる感覚がすごくあって、うん、自分の命を成り立たせてるものが、うん、見えてるっていうんですかね、うんうん。それはお金ももちろんその一つなんですけど、だけじゃなくて、こう、人のつちょっと泣き始めました。大丈夫です。人のつながりとかもそうだし、あの SDGs で言ったら環境、経済、社会って3つ柱があったりしますけど、そのすべてに依存して生きられるっていう感覚があるんですよね。どれ、うん。やっぱ都会だとお金がないとどうしようもないっていうところがあるんですけど、うん。そのバランスをこう、島とか田舎だと取りやすい感じがしてますね。だから、その地球とのつながりが切れてるって思うのは、やっぱり特に環境への依存、うん、環境に自分が生かされてるっていう感覚が、やっぱ都会だと持ちにくいっていうのが、
すごく大きいような気がしていて、うん、だからこそ島に来てもらった時に、そこをちょっとでも思い出してもらうようなアクティビティというかみたいなことをやってる気がしますね。都会だとどうしても、まあ、環境よりもシステムに、うん、依存してですね、うん、生きていて、で、まあ、ある意味システムを信じきって、うんうん、昨日までのシステムが今日壊れることはないという、うん、前提でいろんなものをアウトソースして生きてますよね、うん、でも、まあ、これは自分だけじゃないような気はするんですけど、なんかそのシステム、これこのまま持たないよねっていうことが、やっぱ随分言われるようにもなってきているし、まあ確かになんか体感としてもそういうものがあるような気がしていて。うん、で、今、ね、その岩根さんがやってらっしゃる、その SDGs とか、そういう、まあ、気候変動ですかね。まあ、一番主なところで言うと。うん、そこがすごく大きなその地球規模の人類的な課題として立ち上がってきてると思うんですけど、それでもなおまあまあまあ面白いっていうのか、なんでしょうね、その何が本当かわからない時代にも入っていて、で気候変動の嘘みたいな話もね、たくさんあったりもするじゃないですか。うん、で、フェイクニュースも蔓延するし、うん、で、また、それにハマる人たちが、ハマるクラスターが、例えば SNS とかで、こう、そっちが好きならそっちの情報ばっかり入ってくるような、うん、なんかそういう仕掛けに、立て付けにこの社会がなってしまっていて、なんか二極化も進んでるなと思うんですけど、いや、ぜひ今日は、気候変動、こう、科学者として、それを見ていらっしゃる、なんか、その生の声を、ちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、はい。ですね、まあ、そうですね、気候変動が嘘だって言ってるちゃんとした論文ってない、多分ないと思うんですよね。うん。うん、もう、本はあるんですよ。書籍とかネットのページみたいなのはたくさんあるんですよ。なるほど、なるほど、なるほど。それはまあ、書きたい人が書けるものじゃないですか。論文って、書いた後に、それがどのぐらいちゃんとした方法で取られてるか、取られたデータかとか、他の専門家から見て、まあ、気候変動の分野の他の専門家から見て、それが的を得ているかどうか。うん、サイエンスとして、成立してるのかと。いるかどうかですね。みたいなことが、きちんとチェックされた上で、この話がされているんですよね。そう。だから、逆に、本書ける人たちのメンタリティもすごいなって思うぐらいな、うん、もう、なんていうんですかね、まともにやってる人たちから見たら完全な負け戦なんですよ。うん、そのサイエンスとしては。そんな証拠は、マジで出てないし、うん、気候変動が嘘だとか、これから起こらないっていう証拠は出てないし、まあ、かなりの多くの数の研究者たちが本当に命がけでやってきて積み上げたものの成果として IPCC とかっていうところの、そうですよね、うん、だからそれに対してそのネットとか、まあ、自分が書いた本とかでこう、まあ、やや言う人はいるんですけど、なんていうんですかね、リンクに上がらずに外野から言ってるみたいな、うん、そういう感覚ですよね。だけど声はでかいっていう、うん、そうなんですよね。ですよね。それは、やっぱり分かりにくさとか複雑さみたいなことがあって、気候のシステムに、うん、やっぱりそう単純じゃないので、そこを、まあ、誠実な研究者であれば誠実に説明しようとするので、
そうすると分かりにくいから入ってきにくい、うん、で一方で嘘だっていうのはなんかセンセーショナルだから入ってきやすくてずっと落ちてそっちに理解しやすいから流されてしまうっていうことはきっとあるんだろうなと思っていますね。ただまあね、ここ毎年豪雨災害が続いていて、もう40度超えの暑さが毎年出るようになっているっていうのはもうみんな実感してると思うので、さすがにね、今年40度でしたってそれは嘘だみたいな話はできないと思うから、うん、言ってられなくなると思うんですけどね、うん、そうですよね、うん、そのね、嘘だっていう人たちがなんでそれを信じたいのかっていうのは、うん、なんか一つ本当かどうかわからない話で言うと、その例えば二酸化炭素が温暖化に結びつくとか気候災害に結びつくっていうことが明らかになったら困る人たちもやっぱりいるわけですよね。石油業界とかそうですけど、まあ、そういうところの人がそれに反対するような二酸化炭素が増えていることが危ないっていうのに反対するような言論を一時は出してたんじゃないかっていうのは言われてますね。ただ、うん、そうです。今は海外の大手の石油会社とか航空会社なんかもですけど、もう路線を変更してというか、なるべく化石燃料を使わない方向に移行しようっていうような舵取りをしてますね、海外の大手は。うん、で、まあそういう方向に行きながら、また新しいビジネスを作っていくっていうことですよね、きっと。そうですね。うん。うん、まあね、その僕らの今のこの豊かな暮らしを支えてきたのが、その化石燃料であることはやっぱり間違いなくて、だからいきなりそれを悪者扱いすることはもちろんできないですよね。そのおかげでこんだけ快適な暮らしができてるわけだから。ただ、その知らなすぎたというか、その代償がどういうふうに出てくるかっていうのを僕らは知らなかったので、やってここまで来てしまったけれども、そこから今はその路線変更するチャンスが巡ってきてるっていうふうに捉えたらいいのかなって思ってですね。うん、その人類が初めて共通で持った課題なんだと思うんですよ、これって。うんうんうん、気候変動もそうだし、そのコロナもそうなんですけど、それまではやっぱりそれぞれの国とか地域とかでやってたことが、やっぱり人類として見なきゃいけないっていうふうな、そのより大きな視点で見るチャンスを今もらってるっていうタイミングなのかなって、うん、人類史としてはですね、思ったりしてます。そのタイミングで、先ほどの話で、あの、まあ、科学者が誠実にこう積み上げていった研究を、じゃあそのレベルで話すと本当に分かりにくいと、うん、まあそれは確かにそうあるだろうなと思うところで、で、あの、多分今回あの翻訳でもあの参加されているそのドローダウンは、はい、あのそういう科学的なところにをちゃんとベースに しながらも、いや、まあ確かになんとなくまずいのは分かったけど、結局どうすりゃいいのっていうところに、あの具体的に答える本としてこう世に出ていこうとしているわけですよね。そうですね、うん、それはすごくそのありがたいし、よくこんだけ調べてくれたなって思っているんですけど、その僕で、僕もこう飛びついてというか、これに、うん、いいなと思って、まあ、ただ内容は多少難しいので、なんでそれが効くのかとかいう話は、うん、で、まあ、例えば、洋上風力発電所をいっぱい作ればいいみたいな話が書いてあって、それ個人じゃできないじゃないですか。うん、確かに。そういう大きな話もたくさん含まれているので、こう、なかなか簡単に浸透していかないなっていう感じもあるんですよね、自分が。ワークショップなんかで話をしたりしても。で、一つ大きなやっぱり障壁になってるのは、結局その、これが、なんで聞くのかっていうこともそうだし、理解
しきれないというかね、なんつうか、温暖化が本当にやばいところに来てるんだよっていう前提がないと、これがいいものだって見えないんですよ、うんうん。まずそこの理解がちゃんと広がる必要があるなって思ってるのと、やっぱり、ちょっと環境にいいこととか、こういうことをやろうとすると、少し生活が不便になったりとか、それこそ LED に変えるとかだったら、お金をたくさん出さなきゃいけない、一時的に。とか、投資が行ったりするんですよね。そこのハードルを超えられるかどうかっていう話もあるし、少し不便な暮らし、ちょっと電気の暗さを下げる、明るさを下げるとかっていうこととか、暖房を少し温度を下げるとかっていう不便な暮らしが、それでもいいと思えるかどうか。うん。で、逆に、まあ、僕が今感じてるのは、例えば昨日みたいに、昨日とか一昨日みたいに、すごく明るい月の夜に外を歩くっていうことで得られる満足感みたいなのってあると思って、それこそ地球とのつながりを再認識することによって得られる豊かさっていうのか、満足感、安心感、みたいなのが、すごくこういう田舎の暮らしにはあるなと思っていて、で、それはやっぱりなかなか都会だと言いにくいものなんですよね。で、そういう暮らし方とかライフスタイルをいいなとか豊かだなって思えるようなマインドが人の心の中にどれだけ広がりきるかみたいなことが実は結構っていうか、ひょっとしたら一番大事かもしれないなと思ってます。そうですね。そこがあって、やっぱりこの環境を守りたいからとか、温暖化でこれ以上苦しむ人が増えないようにとか、っていう気持ちになると、こう、そのためのアクションっていうのを取りやすくなるのかな、みたいなことを思ったりしてますね。みんなそのアクションのスタンスとかも結構、まあ研究者の中でも、様々だなと思っていて、割と最近知り合って、お話もして、本も読んだ斉藤浩平さん、人神聖の資本論っていうのがあるんですけど、ぜひ、もし、まだでしたら読んでみてください。結構最近布教してるんですけど。面白いこと言ってて、冒頭に、SDGs は大衆のアヘンであるって言っていて、その心は何かというと、斉藤浩平さんは、いや、その SDGs なんかやめちまえっていう話ではなく、もちろん気候変動こそ、もう何よりも取り組むべき人類の課題であり、で、マルクスもそうだったっていう話でもあるんですけど、マルクス研究者なんで、その心はだから、SDGs か、そっか、じゃあちょっと、今よりもちょっと頑張らなくちゃな。例えば、マイボトルを持ちましょうとか、でも、別にマイボトルにした方が、それはペットボトルのジュース買うよりいいかもしれないけど、でもちょっと良くなるだけだよね、と。もうその程度じゃ、もう足りないんじゃないかと。この努力っていう部分でっていうですね。そんな話もありましたね。だからなんか、そこのアプローチって、人が実際に確かに行動に移していくっていうことの流れができてくるのは大事だと思うんですけど、そのレベル感っていうのも、ね、どっからやるのかっていうのは結構、自分自身の生活を考えても悩ましいところだなと思うんですけどね。どんな風に見てらっしゃいますか？現実的にどの辺から攻めるのがいいんだろうか。そうですね。企業からやるんですかね。がしてます、僕は今。なんかやっぱ個人レベルだと続かないなとか、たかが知れてるとか、成果が出てる感じがしないじゃないですか、あんまり。そうですね。大事なんですけどね、でも。
例えばで言うと、照明に使ってる電気が全体の 15% ぐらいなので、はい。準備が使ってる電気における照明の割合確か 15% とかなんですよ。だからみんながちょっとずつ暗くすればかなり減るんですよね。みたいな話が、無駄遣いを減らすっていう意味ではあるから、その、ドラゴンボールの元気玉的にというか、うんうんうん、一人一人が取り組むことはやっぱり必要なことではあるんですっていうのでやんなきゃいけないなって思ってる一方で、企業が作ってる商品とかサービスが変わると、あ、変わったなっていうのを人はやっぱり目にするじゃないですか、大衆は、うんうん、でそれによってその世界が変わり始めてることを意識することになったりっていうこともあるだろうし、そもそもなんか紙ストローみたいに選択肢がなくなっていくっていうことで、一気にそれが広まって、そっちの方向に世界が動くっていうことはきっとあるだろうなと思っていますね。で、世の中のその流行りとか流れ的にというか、そっちの方がいい、かっこいいとか、流行りだ、おしゃれだみたいな風になってくる、まあなってきつつあると思うんですけど、なってくるとやっぱり、意識しない人でもそっちに、そんなに、その、環境には興味ないけど、流行りには興味ある人っていると思うので、うん、そういう人も、こう、流れていくことができるんじゃないかなと思ったりしてですね。やっぱ企業の力って、今は大きいと思うし、そこに企業がそういう取り組みをしやすくなるような政府の采配ですよね。補助金だったりみたいなこと、そう、政策だったりっていうことが、噛み合うことがきっと大事なんだろうなと。で、そこにまあ市民の生活が乗っていく、意識が乗っていくっていう。だからまあそれぞれに役割があると思うので、うん、それをこうちゃんと、なんか分かりながらというか、うん、いいんだろうなと思います。そうですね。あとさっきの気候変動が一番大事だっていう話に関して言うと、とはいえ気候変動だけやってていい世の中じゃないんですよね。うん、その、もう繋がっちゃってるから、うん、なんか、例えばその、ポテトチップス食べることが、その、ね、インドネシアの森林伐採に繋がっていてとか、パームオイルを通じて、それが気候変動に繋がってるから、そういう産業構造を変えなきゃいけないっていう話だったりすると、その、CO2 出さないっていうことだけではなくて、考えなきゃいけなかったり、その、バイオマスの発電に切り替える、化石燃料からっていう話の時に、それこそ森林伐採しまくって、うん。っていう話もあるので、だから、やっぱ社会全体としてというか、世界全体としてそっちに向かうための取り組みが SDGs なので、その中にね、気候変動っていうのも入ってるし、うん。まあ一番、その全体に聞くから大事ではあるんですけど、それだけ取り組むということではないだろうなって僕は思ってますね。そういう意味で、ビジネスって大事というか、そうですね。偉いなって思ったりしてます。企業が動いていくっていう上でも、僕は個人的にエシカルは結構重要かなと思っていて、エシカル消費。うん、その、やっぱ企業も結局はやっぱ顧客あっての企業なので、その顧客が動いていく、行動を起こしていくっていうところから、やっぱ企業側も変わっていくっていう流れは結構あるのかなと思うんですけど。うん。そうですね。その、なんか、じゃあ、顧客の人たちが、もっとエシカルなものが欲しいって思ったときに、その商品がないと買えないとか、選択ができないとかもあるし、うん、やっぱそういうものってちょっと高かったりするじゃないですか。そうですね。うん、大量消費型のものには、うん。だからまあ、そこがやっぱ一個障壁になりますよね。そうですね。広がってほしいとは思いつつも、とはいえ高いんだよなって言われたら、ね、すいません。うん、コロナで今儲かってないときに、じゃあその高い商品を買えるかって言ったらちょっとやっぱ考えると思うんですよね。そうですね。そうだし。うん。これ難しいですよね。いろんなところのバランスが。あっちこっちをちょっとずつやっぱ変えないと、
で、ここだけって言ったって、一応システムは最適化されて今まで成り立ってるから、そうですね。うん、そう変わらないですよね。一箇所からだけだと。うん、まあそうですよね。2030年までに、ね、SDGs を達成しようとかってみんな言ってますけど、まだ2020年、うん、10年あるから、なんか想像したときに、本当に達成できてたらとか、その排出がもっとぐっと減っ、二酸化炭素の排出がぐっと減ってたらみたいなことを考えると、その時にはもっとみんなが当たり前にそのことをやってるとか、そういう商品がたくさん生まれてるとか、っていう世の中なんだろうなって思った時に、今はまあ、その、まずは知っていく人が増えていく、知る人が増えていくとか、っていう段階なのかなと思ったりして、まあ、いろんなところで種をまいて知ってもらうっていうことがたくさんやれたらいいのかなみたいなことは今は思ってますね。うん。それがまあね、それぞれの活動の中で膨らんでいって、つながり合って新しい取り組みが生まれて、全体として達成に向かっていくっていうことだと思うので、なんかそんな想像をしたりしてます、僕は。うん。だそのための、今の活動、っていうことですよね。ですね。やられてる。うん。だから、その仕組みを変えなきゃいけないの話が、その企業とか行政の人たちと一緒にやってる、うん、商品とかですね。ということで、個人向けでやってるのがそのマインド側のことというか。なるほど。そういう両方、両面あるわけですね。うんですね。うん。どっちも変わんなきゃいけないと思う。そうですよね、うん、行政もあるでしょうし、そうですね、うん、まあそんなに、まあ、大変ですよね、今コロナで、ね、お金が儲かってない状況だから、そっちの新しいそういう取り組みをするための研修とか製品を作るための開発に投資できない状況なので、なかなか難しいですよね。うん、そうですね。難しいけど、でも、うん、難しいで終わらしちゃったら、ね、進まないから、そこは何だろうな。なんか、ね、冒頭だっけ、すごい世界が複雑になってってるとか、うん、されたじゃないですか。まあ、まあ、そうだし、そうだと思うから、その、ある程度コントロールを手放すみたいなことは必要なのかもしれないなと思ってて。おう。うん。何がどうつながるかわかんないから。うん。うん。できる限り、ただ誠実に種をまいていくというか。うん。うん。それしかできないんじゃなかろうかと思ったりもしてますね。そうですね。うん、その、うん、この種は育たないって分かんないじゃないですか。うん。うん、一見無駄に見えるところも何かつながって、うん。っていうそのこともあると思うし、僕の話を聞いてくれた誰かが、全然その時は興味なさそうに聞いてても、後から何かパッと何か結びついてっていうことがあるかもしれないし。うん、だから、もう小賢しく考えるというよりは、もう、愚直に、なんか丁寧にやっていくみたいな、うん。やったりするんだろうかと思ったりしてますね。そうですね。その政治とか経済とかっていう意味でのシステムを、既存のシステムを信じるっていうことではなくて、うん、まあ、それこそ、なんだろう。まあ、それだって一つの、まあ、人間という、まあ、枠組みの中かもしれませんけど、作ったシステムで、でもその人間が生まれたのも地球のシステムであり、うん、まあ、全部ひっくるめてちょっと地球のシステムを信じながら、まける種をまくっていうことですかね、うん、だと思いますけどね、うん、なんか、まあそうだよな。どの本だったっけな、その物事には、うん、
物事、まあ、宇宙にはかな、よりその高い次元の秩序を作っていく性質があるっていうのが書かれていて、おう、この素粒子が結びついて原子になり、より大きな原子ができていってとか、それらが結びついて分子になり、で、まあ、例えば惑星ができたりとか、単細胞の生き物ができて、アミノ酸ができて、単細胞の成分ができて、膜ができてっていう、それが多細胞になり、器官が分化してっていうのは、よりその、なんですかね、定時のものが含まれながら、より大きなものができる。より大きな秩序ができていくっていう過程じゃないですか、すべて。うん、宇宙レベルでそれが起こっていて、で、その歴史というか、その考え方に照らしてみても、その今の、気候変動とか、SDGs とか、コロナとかっていうのは、人類が人類としての思考を手に入れようとしているっていう段階に見えるなと思うんですよね。うん、はい、世界中が、その情報がつながって、そこに気候が、変動が起こり、さらに、もっと短い周期でパンデミックが起こりっていう、うん、っていうので言うと、その本当に新しい秩序が人類っていうレベルでのものが生まれようとしているんじゃなかろうかって思いたい、うん、で、それを踏まえてなんか地球が進化していくのかなみたいな、生命が進化していくのかなみたいなことを、うん、なんとなく、ね、想像ですけどたりしてます。うん、いや、なんかすごい希望が持てる、うんうん、希望もなんていうか、うん、なんだろう、手っ取り早くつかむ希望じゃなくて、なんか根本的な希望をちょっと分かち合えたような気がしました。ありがとうございます。まあ、せっかくちょっと、まあ、こういう回なので、じゃあ、とりあえず、まあ、一旦ここで、お話は、ここまでとさせていただいて、まずはありがとうございましたと。ありがとうございました。このポッドキャストは、ノートマガジン、松本昇恵の北条庵よりお送りしました。ゲストへのメッセージや、番組の感想などは、ノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまた、テンプルモーニングラジオでお会いしましょう。